ノアの審判続きからやっていきたいと思いますね。いやーよかったっすね、続きあって。あ、俺もあれ解決編まであったと思ったんだけどな、あれもしかしてないのか本当にみたいな感じで焦っておりましたけども、はい、ちゃんと更新されておりました。で、ここ悲しすぎん、フローラさんに剣が突き立てられてるんだけども、はい、ということで前回の続きでフローラさんが最初の被害者になりましたね。いやーよ、ちょっとね、予想してなかった。フローラさんってさ、まだ結構惚れる話がある感じだったじゃん。なんでこう目が見えなくなったのかとか、このね、ダニエルとの関係性とかさ、そういうのもいろいろ気になっていく中で、その全てを知る前に、まさかこの物語から消えていくとは思いませんでしたね。うん。最初、ジョーかなって思ったんだよね、オープニングムービー見た時。でもジョーじゃなくて、で次、ルー。ちょっと危険な雰囲気だったよねと思ったけど、ルーも無事に戻ってきて、まさかのフローラだったね。ああ衝撃のゲームですね。うん、続きが楽しみすぎてしょうがないです。はい、じゃあまあ続きやっていきましょうか。それはコメントでね、これなんだっけ、キャラクターたちのさ、物語をモチーフにしてる予想書いてくれてる人いたのでね、はい、もし気になる人いましたらシュウヤンのコメント欄チェックしてみてください。前回のと、あー、いや待てよ、シャープ5か6あたりの道具だと思います。道具じゃない、動画だと思います。いきましょうか。チャプターセレクト。前回の続きで事件編が終わったから、あ、ここ、あ、涙出てくる。じゃあ次、解決編見ていきましょうかね。おーや、イラスト最高かよ。何これ。めっちゃ気になるじゃん。あ、この空席はフローラが座る場所だったのかな。まあ、ちょっと読んでいこうか。平和な洋館の中で起きてしまった殺人事件。犯人は誰か。少女ノアと住人たちは真実を明らかにするために話し合いを始める。うわぁ、もうキャッチーだよ、もうつかみがとてつもなくいい。まあ見てこうか、スタート。よ、これまでのあらすじを見ますか。あ、そうだね、ちょうどいいね。これは一回確認していこうか。あー、はい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 。雨が降りしきる夜、最初のノアちゃんがいた場所だね。一人ぼっちの少女ノアは屋根裏部屋で10歳の誕生日を迎えました。これね、でもなんか血みどろになってたよね。ノアちゃん無事なのかな。すると突然暗闇が少女を襲い、少女は気を失ってしまいました。ああ、ダニエル。目を覚ますと少女ノアは不思議な洋館の中にいました。洋館には11人の奇妙な住人たちがいました。そして洋館には5つの不可解な掟がありました。てかそういえば閉じ込められてる住人まだ見てないね。その洋館は少女がかつて描いた絵本の世界に似ていました。ノアは仮面の住人に尋ねました。元の世界に戻るにはどうすればいいの？仮面の住人は答えました。君の失われた記憶を取り戻せばいいんだ。大丈夫。きっと君は元の世界に帰れるさ。ノアは仮面の住人の言葉を信じ、洋館の中で失われた記憶を取り戻すことに決めました。ああ、パーティーだ。ノアは洋館の主人として住人たちに温かく迎え入れられました。彼らが開いた歓迎会をノアは夜遅くまで楽しみましたね。2時ぐらいまで起きてたもんね、みんなで。シーリンとハヤテルすっぽんぽんパーティーしてな。あー、来た。翌朝目を覚ましたノアは2人の住人たちと共に盲目の住人の部屋を訪ねました。フローラを誰が襲ったかだよな。ルーとかハヤテがさ、料理を届けに行った時に怪しかった。いやーでもな、結局結構個人行動してる人多かったんだよな。リザさんだってずっと一人でいたわけだし、アルバだって途中でどっか行っちゃったし、ジョーもどっか行っちゃったし、わかんないね、誰がフローラを襲ったのか。しかし何度呼び鈴を鳴らしても盲目の住人は部屋から出てきません。それこそダニエルだって途中で離れた。いや、ダニエルはずっと一緒にいたか。あ、いや、風呂に行ってるな、ダニエル。これでダニエルだったらショック。不思議に思い部屋のドアを開けると、ここよ。ノアちゃんとか何が起きたのって思うだろうね。私はこんな悲しい話書いてないのにって。あ、いや、悲しいお話だったか。最後主一人だったもんな。
そこには血を流して倒れた住人の姿があったのでした。マジこのゲーム引き付け方がうまい。なんかハラハラドキドキする。もう絶望の落とし方もうまいよね。キャラクターたちの楽しい瞬間を見せてからのこのこれを一気に突き落としてきたもんね。あーもう辛すぎるってこれ。シーリーンとか大丈夫か？なんか右のなんて言ったっけ、水槽か、水槽割られてね。フローラ？なんだいこれ、一体何が、ダニエルとアルバを呼んでくる。もうシーリーンのこと見てらんないよ。親友だったのに、一緒にお酒飲むような仲だったのにさ、いきなり次の日になったら起きたらもう親友が死んでたって受け入れられないよな。あのさ、ノア、これ死んでないよね。ここからじゃああの子のことよく見えないんだ。シーリーン、ああダメだ、足が言うことを聞かない。震えて全く動かなくてさ。ノア、私。シーリーン、多分フローラはもう、フローラ死んだら私あんたのこと許さないよ。起きておくれよ、お願いだからフローラ。アルバとダニエルか。あ、ダニエル、フローラ、これはダニエル。ジョーから聞いた。一体何があったんだい。わからないの、扉を開けたらフローラが。そうかい。ダニエル、どうしたらいいんだい。どうしたらフローラは助かるんだい。お願いだよ、あの子のことを助けておくれ。無理なのか。部屋の持ち主でない君たちがドアを開けたんだろう。この部屋は鍵がかかっていなかった。それが何を意味するか君にはわかるはずだよ。あ、壊されたのか。あ、そっか、壊して入るパターンもあるんだもんな。違う、信じない、私は信じないよ。フローラは生きてる、生きてるんだ。受け入れらんないって。もうシーリン見てるのが辛すぎる。どちらにせよ下手に動かさない方がいい。とりあえずアルバを待とう。こんなのってないよ。なんでこんなことに、誰がこんなこと。こっちだ、早く。フローラ、そんな、嘘、みんな来たんか。フローラ、どきなさい。アルバ、私も。ソフィア、君はダメだ、指示があるまでここにいて。アルバだって血苦手なのに大丈夫なんか。他のみんなも同じだ、全員フローラに近づかないでくれるかい。ああ。でも、あんなに血が。アルバ、一人で大丈夫かしら、血が苦手なのに。こんなことで参っていては、医者役は務まらないよ。多分アルバも必死にきっと見てると思う。大丈夫、彼なら一人でも平気さ。そうね。誰がフローラを襲ったんだよ、もう。ちょっと、アルバ！あんた、さっきから何ぼーっとしてんだい。早く救命処置をしておくれ。でないと、フローラが。いや、まあ、そうだよな。もう、手遅れだ。は？今、なんて。フローラは、もう、
なくなっている。あ。他のみんなとかどうしてんだろう。まだ気づいてないのかな、この騒ぎに。ああ、そっか、部屋の中いたら外の音聞こえないんだもんな。何度も確認したが、脈はない。すまない。私が信用できないなら各自で確認してくれ。そんな、本当に、嘘だろ？あ、そんな、嘘だ。嘘だ、嘘だ、嘘だ。私、他のみんなを呼んでくるわ。俺も一緒に行こう。支えてあげてくれ、ソフィアのこと。いや、ソフィアもだけど、CD に支えないと。明るい、あ、もう。死んだなんて、そんな、もう現実受け入れられてないもん。なんで、CD ん？おいおいおい、CD ん！倒れちゃった。気を失っている。いや、もうそりゃそうだわな。もうなんか本当に絶望した時って涙とか流れないんだよな、きっと。もう大丈夫だ、すぐ回復する。少し休ませよう。ノア、大丈夫かい？こっちへおいで。ダニエル、どうしてフローラが？わからない。とりあえずみんなが揃うのを待とう。うん。もうハヤテとかも絶対なんだこれってなるよな。いや、もうお前そんな表情見たことないじゃん。おい、どういうことだよこれは。フローラが、そんな、嘘だよね。フローラさん、いや、もうロザリオに見せらんないこんな。いや、もうみんなこんな表情したことなかったじゃん。ずっと楽しい表情してたのに。一体何があったの？あ、シーリン、起きたのか。さっき、俺とシーリーンとノアの3人で、フローラを訪ねたんだ。だが、何度呼び出しても返事がなくて、それで、ドアを開けたら、彼女が倒れていた。そんなこと、誰も聞いてないわよ！え？あんたたちが死体を見つけた過程なんてどうでもいいわ。彼女に一体何があったの？なんで彼女は死んでいるのよ？それは。何があったかだって、そんなの一目瞭然じゃないか。殺されたんだよ、フローラは。誰だい？誰がフローラを殺したんだい？今すぐ名乗り出ろ！そいつを殺してやる！シーリン、落ち着きなさい。落ち着いていられるわけないだろう。親友が殺されたんだ。ほら、さっさと名乗り出な。くそったれ殺人鬼め。いや、もう。アルバの言う通りだよ、シーリン。子供たちも怖がっている。今、声を荒げても、事態は好転しない。じゃあ、どうしろって言うんだい？一応聞いておくが、この中に彼女の死について何か知っている者はいるか？いや、もう知らない。いや、もうみんなアリバイがあるから余計わかんないし。本当にこの中に殺人鬼はいるのって感じ。みんな本気で悲しんでくれてるし。まあ、誰も何も言えないよな。聞くだけ無駄よ。いたとしても答えるわけないじゃない。知っているのは犯人だけでしょうからね。そんな、リーさん、やめてよ。犯人だなんて。あら、犯人以外の故障があるのかしら？ぜひとも教えていただきたいものね。まだ殺されたと決まったわけじゃないだろう。は？あ、じゃあ何？まさかあなた、フローラが勝手にこうなったとでも言うつもり？下待てなかった今。不思議ね。鉛筆とナイフでも取り違えたのかしら。
やめようよ、リサ。そういう冗談、笑えないよ。冗談を言っているのはこの人じゃない。こんなのどこからどう見ても他殺でしょ。殺されたと決まったわけじゃないですって。どんな思考回路でそんなこと。まさか、あなたがやったんじゃないでしょうね。ああ、もう最悪な形の疑心暗鬼状態になってる。そうやって騒ぎ立てる。あんたも怪しい。ああ、もうなんかすごい人狼っぽい感じになってきてる、これ。なんですって。私がフローラを殺す理由がどこにあるのよ。さあな、鉛筆のナイフでも取り違えたんじゃないのか。喧嘩するな、喧嘩を。あんた、やめてください。リザさん、ジョーさん、ここで言い争いをするのはやめてください。フローラさんがかわいそうです。そうだな。悪かった。私も、言い過ぎたわ。で、これからどうするんだよ。犯人探しでもするのか？当然さ、必ず見つけ出してやる。でも、どうやって？一人ずつ、私が尋問する。怖い怖い。覚悟しな。私以外の、ここにいる全員が容疑者だからね。バカを言うな。あんただけ容疑者から除外される根拠はどこにもない。フローラは私の親友だよ。私がフローラを、こんな目に合わせるわけがないだろ。でもそれ言ってもな。そうだよな。そんなのみんなも同じよ。私だってフローラが大好きだもの。私だけじゃない。ここにいるみんなそうよ。もうソフィアの泣いた顔なんて前回一回も見なかったよ。みんな、フローラの友達でしょ？ソフィア？もう、でも、この中にフローラを刺した人がいるんだよね。ああ、俺もそう思うぜ。結局、どうするのよ。誰かが名乗り出るまで我慢対決でもしましょうか？調査するしかないんだよな。少し整理しよう。まず、僕らはこの事件の真相を解き明かさなければならない。いや、事件と決めつけるのは良くなかったかな。とにかく、これが事件であり、犯人がいるのならば、犯人探しは必要なことだと思う。もし、違う意見があれば教えてほしいのだけれど。そうだね。ダニエルの言う通りだよ。このままだと、みんなを疑いながら過ごさないといけないことになるでしょ。そんなの、嫌だよ。俺も同感だぜ。当たり前だけどよ。殺人者と一緒に過ごしたくねえしな。というよりもまず、ここで反対意見を言う方がバカだわ。自分が犯人だと言っているようなものよ。だが、どうやって犯人を見つける？そこだよな。調査してなんか証拠とか出てくるんかな？問題はそこさ。さて、どうすればいいと思う？みんなで話し合う必要があるわ。もしかしてこれ証拠とか探さないでもういきなり話し合い始めるのかな？それは私も考えた。だが、闇雲に話し合いをしても意味がない。何か手がかりがないといけませんね。話し合いの材料になる手がかりが。手がかりって、そんなのあるかな？これから探せばいい。だな。じゃあ、おのおの事件調査っつうことで。それは反対よ。ああ、そっか、バラバラに行動したらね、証拠隠滅の恐れもあるでしょ、確かに。それでは、皆さんでまとまって行動しましょうか。何個かにグループ分けた方がいいんじゃないか。それも良策とは言えないな。同じ話だ。大勢で動くほど誰かの目を盗んで行動しやすくなる。まとまって動くより、むしろお互いを監視していた方がいいかもしれないな。監視って、じゃあ、誰か手がかりを探すの？誰がだ、ごめん。手がかりを探すのは誰か、数人だけに絞った方がいいだろう。あ、そういうこと？あ、それこそノアちゃんだよな。トランプの能力使うべきだよね。魔法の道具。
信頼できる人物が望ましい。一人か、あるいは二人か、まあ、ノアちゃんだよな。なら、その役は私が買うよ。フローラのためにできることはしたいんだ。シーリン、悪いけどよ。俺はお前に任せるのは嫌だぜ。は？なんでだい？私も同感ね。感情的に動く人に探偵役は任せられないわ。言ってくれるじゃないか。表に出な二人とも、そういうとこ。そういうところだ。ダニエルはどうかな？ほら、一番冷静そうだし、感情的にならずに考えられそうじゃない？僕もダニエルさんに任せたいです。アルバはその血が苦手ですし。アルバ、これが嘘じゃないんだったら、多分この殺人は絶対アルバはないよな。わざわざ血を見る殺し方はしないはず。は、私は嫌だね。この男が犯人でない根拠はどこにもないよ。ははは。ご指名はありがたいけれど、シーリーンの言う通りだよ。僕が犯人じゃないとは言い切れない。みんなにとってはね。おいおい、そんなこと言い出したらキリがねえぜ。そんじゃあ一体誰に任せれば？ノア、あ、誰かが言ってくれた。え？ああ、だよな。ノアだ。ノアは絶対犯人じゃない。ノア？そうね。確かにノアはまだ小さいし、誰かを傷つけるとは思えないけど。違う、そうじゃないよ。ノアだけは僕らを殺せないその根拠がある。主人だからこそ。根拠？掟ですね、確かに。アリバイもちゃんとあるんじゃない？ノアちゃん一人で行動してることないもんね。は。住人は一人で外へ出てはいけない。住人は半日以上外へ出てはいけない。住人は外の人間と結婚してはいけない。住人は主人を殺してはいけない。主人は住人を殺してはいけない。掟が破られた時、洋館は燃え尽き、中にいる住人の魂は消えてなくなる。なるほど。あ、住人は主人を殺しちゃいけないのか。この館で殺人を起こしちゃいけないって俺勘違いしてたな。俺たちが生きているということは、掟は破られていないということになるな。つまり、主人のノアは住人を殺してねえってことだな。それが根拠っつうことか。でも、ノアに任せるのは負担じゃないかな。まだこんなに小さいのよ。そうかしら。少なくとも私はこの場にいる誰よりも信用できる人物だと思うわ。僕もノアさんなら安心できます。どうかな。ノア、決めるのは君だけど、行くしかないじゃん。そんなんもん。わかった、やるよ。私もフローラがどうして死んでしまったのか知りたい。ノア、大丈夫か？子供にこんなこと、心配だ。心配なのはあなたの顔色の方よ。アルファ、向こうで休む？大丈夫だ。絶対大丈夫じゃない。ノアが死体となって調査することに関して異論はないが、やはり彼女一人に任せるのは酷ではないか？そうだね。これはもうダニエル行くしかないんじゃない？なら僕が彼女のサポートをしよう。はあ。だからあんたが犯人じゃないって根拠はどこにも。ないね。お、でも僕にはこれがある。ブーツ？従順なブーツ。僕の魔法の道具さ。ノアの命令は何でも聞くってやつだよな。これがある限り、僕はノアの利益を第一に行動しなければならない。ノアが事件の真相を知りたいのなら、それを妨害する行為を僕はできない。そっか、確かにそうだね。まあ現状を考えると妥協案ではあるが、それが一番最適だろうな。決まりだね。お、仕方がないね。ノア、私はあんたに全てを任せるよ。
絶対に犯人を見つけてくれ。覚悟決めるか俺も。うん、わかったよ。それで俺たちはどうすればいいんだ。ここで待機とか言わねえだろうな。さすがにここにはずっといられねえぞ。それもそうだね。なら、できる限り今後は二人以上で行動をしてくれるかい？それと、洋館の者には可能な限り触れないこと。やむを得ず触れる場合は僕らに許可を取ること。わかったわ。あとは何かあるかしら。あとは、そうだね。ノアに聞かれたことについては、全員正直に答えるようにしてほしい。ああ、確かに。適当なこと言われても困るしな。嘘はついちゃダメだよ。でも犯人はでも嘘つくよな、これきっと。どうなんだろう。わかったよ。できることがあれば、何でも言って。それから、すみません。誰だ？あ、ロザリオ。お話の途中にすみません。僕たち、外に出てもいいですか？アルバか。その、アルバが、すまない。血の匂いが。あらあら、かわいそうに。もう限界って感じね。遺体から離れてはいるけど、血の匂いはかなり充満しているからね。そうなんだか。悪かったね、アルバ。他のみんなも部屋から出てくれるかい？一応、ここは現場だからね。そうだな。ここはあまり気分の良くなる場所じゃない。フローラ、ごめんね。どうか、安らかに。辛すぎるよ。ダニエル、一つ確認しておきたいんだか。なんだい？俺も、あんたたちも、プロじゃない。残された手がかりだけで、犯人が特定できるとは到底思えない。だから、ソフィアの言っていた通り、話し合いが必要だと思う。ここにいる全員での、話し合いが。そうだね、ジョー。君の言う通りだ。なら、一旦10時に、お茶会部屋に集合しようか。僕らもそれまでにできる限り手がかりを集める。お茶会部屋10時だな。わかったぜ。了解した。調査の方よろしく頼む。まだ信じられないよ。フローラが死んだことも、この中に犯人がいるかもしれないってことも。受け入れなさい。辛いのはあなただけじゃないわ。そうだよな。みんな辛いよな。もうみんな無言になっちゃって。それじゃあ、とりあえず、この場は解散つうことでいいか？ああ、また後でな。ええ。ノア、ダニエル、何かあれば私たちに言ってくれ。よろしく、お願いします。ほら、邪魔しちゃ悪いだろ。私たちも行くよ。ええ、ねえダニエル、調査の前に一つ確認しておきたいんだけど。なんだい？この事件に犯人がいるとしたら、それは必ず住人の誰かってことになるの？ふむ、なるほど。つまり君の言いたいことはこうだね。洋館の外の人間がここに、ここへ入ってきた可能性はないの？うん。結論から言うと、それは絶対にない。この洋館は君が作った世界だ。この洋館に存在できるのは君が作った人物だけ。それは君を含めて12人、それ以上でもそれ以下でもないのさ。だから、犯人がいるとすれば、必ず僕らの中の誰かということになる。わかった。きっとあなたの言っていることは本当なんだね。さっきみんなが話していたとき、誰も外の人間の存在に触れなかったから。おや、君は僕を疑っているのかい？いいのさ。君の判断は正しい。疑問も解消したところで、早速調査に取り掛かるとしようか。僕は最後まで君に付き従うよ、マイマスター。
うん。フローラが亡くなったことはまだ信じられないけど、ほんと衝撃的だったよ。もうシーリーンがかわいそすぎて。私にできることはただ一つ。みんなのためにも絶対に真実を明らかにしよう。必ず。あ、調査パートだ。じゃあちょっと時間の、もうちょうどいいところまで来てるし、今回はここまでかな。多分次回は調査パート結構長い時間かかりそうなんで、うん、まあ、結構頑張ってやってきます。いやー、誰がやったかっていう目星は全くついてないよね。みんながみんなね、アリバイないからなって感じ。まあ、ノアは絶対ないとして、アルバもまあ血が苦手っていうのが本当だとしたら、まあ、あの殺し方は絶対ないから。姿を変えれる人とか怪しくなるよな。でも今これリザさん別の姿になってる状態らしいな。ソフィアも服が変わるだけだし、ジョー眠らせて殺したとか。シーリンはないって信じたいよな。今回怪力要素ってなかったしな。水槽が割れてたのもちょっと気になるよな。ロザリオもな。特にはキッチンにいた人も怪しくなるのか。包丁だったもんね。そうなるとやっぱハヤテル、ソフィアの3人が怪しくなるのかな。一応この3人だもんね、キッチンにいたのは。どうなんでしょうか。みんなの予想を見るのが楽しみですね。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。他の動画が気になる際は俊也の再生リストをチェックしてみてくださいね。俊也もちょっといろいろ探索してみます。はい、それじゃあまたね。